腹減ったな、買いに行くか。やべ、風邪かな。欲しいものがすぐそこに、ののいちし。ののいちですよ。さあ、何しましょうか。え、ののいちって何あるんだっけ。わあ、おいしそう。甘いひとときをののいちで。なんだ。よく寝た、ドキちゃんです。わっ、喋った3000年分喋らせて。野々市市のお経図解析。野々市市にある重要文化財、北家。その家をずっと守っているご夫婦がいます。ようこそ北家へ。今家内が灰型を作っております。この方90年、毎朝玄関を履き、のれんを出して変わらない生活を続けてきました。この灰型も毎日していることなんですよ。歴史の深み、野々市のこだわり。はい、皆さん、いきますよ。一生懸命、頑張ります。頑張れよ。いーち、まだまだ若いもんには負けんぞい。いーち、私たち、幸せになります。野々市。2011年11月11日、野々市市スタート。もう皆さん、お分かりですよね。1、野々市市。1からスタート、野々市市。野々市を離れて、もう何年になるだろう。お袋と、ふるさとと、距離が離れていった。野々市か。でも気がつくと、ここに帰ってきていた。何でいきなり帰ってきて。なんでだろう、素直になれない。おふくろ、ありがとう。このぬくもり、あったかさ、変わらないでいてほしい。野々市市。お父さん、まだ？お仕事頑張ってるのよ。ごまんとお父さん、ごまんと、トマト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